ジタバタするんじゃない。警察の来るのが早すぎただけで、予定はしていたことだ。とにかく中に入れなければいいんだ。外でワイワイ騒いでる分にはどうってことはない。勝手に騒がせておけ。言ったはずだぞ、追って指示するまで無線は使うなと。あ、そいつは申し訳ない。ハンス、聞いてなかったもんでな。ボードに書いててくれりゃよかった。トニーにマルゴ、それともう一人お友達がいなくなって、オタクはじめカールやフランクも寂しいだろうと声をかけてみたんだ。なんで俺たちの名前。そりゃどうもご親切に。しかし君をパーティーに呼んだ覚えはないのだが、ガードマンにしては態度が厚かましいな。ブー、残念、外れたよハンス。さあどうする、早く当てないと持ち点がなくなるぜ。吸いすぎに注意しましょう。誰なんだ。お邪魔虫と言ったとこかな。人の邪魔をするのが飯より好きでね。お前、全員のチェックだ。無線は使うな。マルコたちが本当にやられたかどうか確かめるんだ。招かれざる客君、まだそこにいるか。ああ、いるぜハンス。おたくらが出て行きゃ別だが。それはできないな。しかし困った男だ。一体君は誰だね。子供の頃映画のヒーローに憧れ、そのまま大人になった一人が、自分をジョン・ウェインと錯覚しているおめでたいアメリカ人かな。それとも乱暴か何かのつもりか。本当のこと言うと、ロイ・ロジャースが好きなんだ。着てたシャツがまたいい。勝ち目があると思うのか、カーボーイ君。イピカイエザナミル。ドン・コルレオーネ、どうも失礼。一言知らせておいてもらえば、外出なんかせずに待っておったのに。予告なしで会ってみたかったんだ。俺が狙われたのを聞いたか。度肝抜かれたけど怪我はなくて。自分の仕事だ。女房と寝室にいるところを狙撃されたんだ。時には子供の遊び場になる部屋、我が家でた。なんとかしなきゃならん。手を貸してくれ。お安い御用でさ。どうしましょう。ロサと兄弟との揉め事を収めろ。わからんな。どうしてです。だってこれは大した問題じゃないでしょうが。こんなのはたかだかわしとあの兄弟だけの問題だ。第一ハイマンのやつがちょっかい出さなきゃ、遠の昔にケリがついていたんですぜ。それはわかってる。じゃあなんで、なんで奴らと手を打たなきゃなんねえんです。俺を狙ったのはあの兄弟に違いない。他には考えられん。やろう、ふざけやがって。そうなりゃわしも我慢ならねえ。みんなやっちまいましょうや。一匹残らずぶっ殺してやる。ここは俺の親父の書斎だった。だが変わったな。ここにデスクがあった。がっちりしたデスクだ。子供の頃この部屋の前で騒いではよく怒鳴られたっけ。この家が赤の他人の手に渡らなくてよかったよ。クレメンツァが引き継いだ後はあんただ。死んだ親父にはいろいろと教わった。この部屋でな。これもその一つだ。友人は近くに置くべし、敵はさらに近くに置くべし。
俺が乗り出してあんたとロサと兄弟を仲直りさせ、ちょっぴり向こうを有利にしてやりゃ、ハイマンロスはますます俺を信用するようになる。ええ、それがこっちの狙いなんだ。この間も話した通り、今ハイマンとでっかい話を進めているんだ。ファミリー発展のためだ。気の毒だがしばらく泣いてくれ。なあ、軍医さんよ。世の中ってのは狭いもんだな。ああ、うんざりするほどな。お前さんもパリにいたとは嬉しいね。今後に行くんだろう。方角が逆だぞ。一人じゃ行く気がしねえんだ。近頃の野郎ときたら肝っ玉のない奴らばかりだ。てめえから檻の中に入っちまって飛び出そうなんて考える奴はいねえんだ。あんたが雇われた檻はあそこだな。何しに来たんだ。金がねえんだ。あんたの拳銃買わねえか。いくらだ。そっちが決めてくれ。なぜ一発抜いてあるわけを言わねえんだ。まあそのうち聞き出すさ。二発減らそうか。もう会わなくて済む。そうはいかん。また会おうぜ。誰？変わり者さ。あなたのもの？そう、俺のだ。